晩年、松浦武四郎が国内の津々浦々の寺社仏閣などの古材を集めて建築したとされる一乗寺記。時代とともに所有者は変わりましたが、現在は東京都三鷹市の国際キリスト教大学の敷地内に保管されています。今年2018年が武四郎生誕200年であることから、この一乗寺記をテーマとした催しが国際キリスト教大学内で行われています。まずは一乗寺記のあらましをご紹介します。国際キリスト教大学、通称 ICU は東京都三鷹市にあります。もともと戦前の航空機メーカー中島飛行機があった敷地でした。その名残として滑走路として使っていたとされる正門からおよそ600メートルの直線が校内に続きます。東京ドーム約13個分もの広大な敷地内の一角に泰山荘と呼ばれる昭和初期に別荘として使われていた建物があります。その中に一乗寺記は保管されています。この地になぜ武四郎の一乗寺記があるのか、それは一乗寺記の変わった運命にあります。一乗寺記は武四郎の古希、数え年で70歳の時に作られたものです。これを武四郎は死後取り壊すように遺言を残していました。しかし遺族である松浦家は取り壊すことをせずに保管していました。一乗寺記は松浦家から紀州徳川家、財閥の重役、中島飛行機の社長と所有者は変わり、移築を繰り返しました。その後 ICU が中島飛行機跡地に開学しました。このことから現在は ICU が保存管理をしています。一乗寺記は建屋の泰山荘と合わせて国登録有形文化財に指定されています。はい、持ち主が様々に変わっていった中で、現在一乗寺記は ICU にあるということなんです。またこの繰り返す移転があったからこそ、一乗寺記は関東大震災や東京大空襲から奇跡的に免れることができたとも言われています。続いてはこの一乗寺記の実物大レプリカが ICU 内の博物館湯浅八郎記念館で制作公開された話題をお伝えします。今から約130年前に作られた一乗寺記、補修などの管理を繰り返しているものの老朽化が進んでいて、現在は一般に公開されるのは年に一度と限られたものとなっています。このため ICU が2018年の武四郎生誕200年を記念して実物大のレプリカを制作公開しました。またこのレプリカの公開に合わせて ICU に残る一乗寺記と題した企画展が行われています。一乗寺記を語る上で欠かせないのが木片勧進です。わかりやすく言えば一乗寺記の建築部材の説明書です。木片勧進が残っているおかげで一乗寺記の部品一つ一つの由来を知ることができます。木片勧進には1番から91番まで番号が振られていて、その一つ一つに出どころ、用途、誰から譲ってもらったかが記載されています。例えば木片34番、腕荷として使われているものは鶴岡八幡宮の一部。木片68番、床脇妻板として使われているものは太宰府天満宮の一部です。他にも出雲大社、平等院、延暦寺、伊勢神宮外宮、熊野早玉大社など古今東西の寺社仏閣の古木が集められて一乗寺記が作られていることがわかります。そしてこちらが今回の展示の目玉である一乗寺記の実物大レプリカです。中に入ることもできます。大工、塗装工などが実物を見て材料や組み方を確認し精密に作ったそうです。
また分解して移設も可能なものとなっています。この展示会は11月9日金曜日まで開かれています。展示会終了後も一乗磁器レプリカは湯浅八郎記念館に常設される予定ということです。また大学敷地内にある歴史資料室でも武四郎にまつわる特別展パイオニアカレーを開催しています。こちらでは ICU の初代学長故湯浅八郎との共通点としてパイオニア先駆者であることを掲げ、それぞれの歩みを紹介しています。こちらの展示会は来年6月14日金曜日まで開かれています。はい、一乗磁器の材料について北は宮城県から南は宮崎県までの寺社仏閣を中心に様々な木片が使われているということです。その材料を武四郎は現地の人を頼って集めたということですから、人脈の広さ、武四郎がいかに当時の人々に信頼されていたかを物語っています。続いては ICU で開催された武四郎シンポジウムの模様をお伝えします。 ICU 内の記念講堂には約250人が集まり、シンポジウムは開かれました。はじめに ICU 教養学部長の毛利克彦教授と竹上市長が武四郎の司会から学ぶと題したディスカッションをしました。部材がですね集まって、それを集めることができるネットワークを彼が持ってたっていうことのある種の証明だと思うんです。続いて一乗磁器研究の第一人者、コロンビア大学名誉教授のヘンリー・スミス教授が武四郎について講演しました。ヘンリー・スミス教授は江戸末期に描かれた武四郎涅槃図を中心に独自の考察や研究内容を紹介しました。死せば、骨をこぼして、この材にて、この材って一乗磁器の材木、材にて亡きがらを焼き、その遺骨は大台さんにやりくりようと。ですから自分なのに一乗磁器を焼いてしまって、自分の遺骨と一緒に大台で、でもちろん遺族はそうしなかった、幸いにも、で今も見られますが。続いてパネルディスカッションが行われました。松浦武四郎記念館の山本明学芸員も参加し、北海道博物館の研究員や ICU の教授などと意見を交わしました。それではスティール先生。はい、東京都三鷹市の国際キリスト教大学内で行われた武四郎にまつわるイベントなどを3本続けてご紹介しました。